にちは、平山愛子です。先日、自家製のおからの作り方をご紹介しました。今日はそのおからを使って作っていきたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではお料理していきたいと思います。今回のお料理何がすごいって、おからさえ作れば4食材と調味料だけで作れます。先日ね、私はもち粉使ったと思うんですけれども、もち粉もね、このお料理に使いますので、ぜひこちらでも使っていただきたいなと思います。今回は、おからを 150g、 もち粉を 80g 量りました。こちらを和えていきます。で、このように、混ぜていきます。ちょっとね、粉が飛ぶので気をつけて混ぜてください。購入してきたおからだと、例えばちょっと水分が足りなかったりとか、まあ、私も自家製で作っても、豆乳結構しっかり絞ってしまったとかいう場合は、牛乳でちょっと硬さを調整していきたいなと思います。牛乳入れすぎるとね、本当にべしょべしょになってしまうので、気をつけてちょっとずつ入れてみてください。こんな感じです。はい、適当な皿にクッキングシートを置いていきます。私はね、中にチーズを入れた方が美味しいなと思うので、中にチーズをちょっとだけ入れていきます。チーズはね、外側に出てしまってもカリッとね、焼かれるので、そんなに、今回ね、揚げるお料理ではないので、焼きつけるだけなので、チーズ外側に出てても、まあ、大丈夫かなっていう感じです。はい、こんな感じで、まあ、中にこうやってね、ちょっと入れ込みながら、シートの上に置いていきます。はい、これを全部作っていきます。今私チーズ入れてますけど、チーズ入れなくても全然美味しいので、チーズなくても全然作っていただけます。ね、おからってひき肉に入れてかさ増し料理にするんだとね、ハンバーグとか、ね、ロールキャベツの中に入れられますけれども、こうやってね、おからが主役のお料理ってそんなに多くないので、せっかく自家製の美味しいおからを作った時には作ってみていただきたいなと思います。中にチーズを入れるので、今回は6等分に、はい、していきます。こんな感じです。そしたら焼いていきます。こちらですね、最後に形を整えてフライパンで焼いていきます。まず、中火で両面に、焦げ目がつくように焼いていきます。香ばしくなるので、ちょっとだけごま油を垂らしながらやるのもおすすめです。ごま油なかったら全然普通の油でもいいですし、プロだったら油なくても大丈夫です。はい、このぐらいですね。このぐらい焼き目がつくといい感じです。で、両面しっかり焦げ色をつけていきます。ある程度焼き色がついたら、お水をね、少し入れて50cc ぐらいかな、蒸し焼きにしていきます。蒸し焼きにすることで、すごいね、もちもちにふっくら仕上がります。お醤油にお砂糖を加えて、磯辺焼きの甘辛なお醤油のタレを作っていきます。最後に、蒸し焼きで水分がなくなった頃に、この調味料を入れて、絡ませれば完成です。こういう感じで、ちょっとね、なんかおやきみたいに水分を入れることでもちもちになります。おからがね、どうしてもやっぱりボソボソする方が、ボソボソするのが気になるという方いらっしゃるので、こういう風にすることでもちもちに仕上がります。で、おからってもともとはね、パラ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 してるので、ちょっとね、この辺になってますけれども、きちんと焦げ目をつけないとバラバラになってしまうので、一番初めに火をつけるときにしっかり焦げ目をつけてあげてください。もうちょっとやります。はい、だいぶ水分がなくなってきました。もうちょっと水分がなくなったら弱火にしていきます。水分が、なくなってきたところで、焦げつかないように
をつけながら調味料を入れてきます。もち粉なのでね、すごくもちっとしてるんですよ。はい、ここに調味料を入れていきます。これで絡ませていきます。味的にはみたらし団子みたいな感じですかね。なので、焦げないようにここはじっくりと味をなじませます。最後絡めていきます。はい、こんな感じで完成です。調味料もだいぶ馴染んで、で、まあ、焦げつかないっていうこのぐらいで完成です。海苔を四角く切っていきます。はい、四角く切ったお海苔に、はい、乗せていきます。熱いのでね、気をつけてください。で、こうやって挟んで出来上がり。はい、磯辺揚げの完成です。はい、こんな要領でやっていきます。はい、出来上がりました。ということで、今日は、自家製のおからで作ったもちもちの、磯辺焼きを作りました。本当に簡単なので、ぜひ作ってみていただけたらなと思います。この動画がちょっとでも、あ、面白かったとか参考になったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。